どうもこんにちは。作業療法士の美野です。今日はシニアの方に向けて、なかなか治らない慢性腰痛を運動で解決する方法というのをお伝えしたいと思います。よくですね、マッサージにもう5年ぐらい通ってもなかなか治らないと、そういうお悩みの方がいらっしゃるんですけど、そもそもですね、この腰痛がじゃあどっから来てるのかとか、どうしてこう腰痛を発症してしまうのか、その原因、そのお話からさせていただいて、そしてだからこういう運動すると解決につながるんだよっていうところまで詳しくお伝えしたいと思いますので、腰痛にお悩みの方はですね、ぜひご視聴いただければと思います。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続けるための運動をお伝えしておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではどんな運動なのか一緒にやってみましょう。まずですね、腰痛の原因からお話ししていきます。まず慢性腰痛がどうして起こってしまうのか、そのお話からしていきましょう。腰痛はですね、いろんな場所からですね起きてしまうので、あくまでもそのうちの一つだということをまず覚えておいてください。ではお話ししていきますと、この骨盤の歪みが原因なことが多いです。で、それがなんで歪んでしまうかというと、まず一つ目はここのももの筋肉なんです。実はですね、腰痛だからって腰に問題があるわけではなく、二次的に腰が痛くなっていることがとっても多いです。で、このももの筋肉、なんでこれが悪さをしているかというと、骨盤のこのボコッと出ているこのあたりから、まあ膝までこう伸びている筋肉なんですけど、これがですね、硬くなりすぎてしまうと、ぐーっとこう下にこう引っ張って、腰がだん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 こうお辞儀する方向にこう歪んできてしまいます。で、人間はですね、すごいたくましいので、このままじゃ前に倒れちゃうと。だから、上半身をちゃんとまっすぐ起こそうとして、いわゆる反り腰になっちゃうんですね。なので、ずーっと腰でなんとか、腰の力でなんとか、体を起こそうとしてしまって、ここにどんどんストレスが溜まって、腰痛が起きます。そして、こういう腰痛の出方の方は、じゃあ腰を揉みますとか、腰を温めますとかですね、治療をしたとしても、その時はまあ楽になるんですけど、結局、ももの筋肉で引っ張られちゃってるので、ももをなんとかしない限り、もうずっとこういう状態が続いてるわけです。施術してもらって、帰り道にこうやって歩いて帰ったら、もうあっという間に腰疲れちゃいますから。結局ですね、このももを緩めてあげて、腰が引っ張られないように元の位置に戻してあげる。これが解決策になります。なので、この腰の歪みですね、骨盤の歪み、ももから来ている方はこれで解決できますので、じゃあどういう運動をしたらいいか、ここから一緒に体を動かしていきましょう。ももの筋肉が硬くなりすぎて引っ張ってしまっているので、これを柔らかくしていきましょう。足をですね、こう抱えていただきまして、そしてぐーっと後ろに気持ち引いていくと、ももを突っ張る感じが出てきます。ちなみに硬すぎる方はもう抱えただけで痛くなっちゃったり、抱えられないって方もいるぐらいももが突っ張る方多いです。なのでまずこのポーズをとっていただいて、そして20秒間ですね、しっかり筋肉をほぐしていきましょう。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20と。で、戻しましょう。骨盤がぐーっと引っ張られないように、反対側もね、一緒にやっていきましょう。片足立ち状態になるので、捕まりながら、どこか安全なところで行ってください。そして、こう抱えた時に、ちょっと痛いなと感じるぐらいがいいです。筋肉ってこう、伸ばしてあげて、柔らかくしていくので、痛いから悪い痛みだとかではなく、このストレッチに関してはちょっと痛いなと感じるぐらいまで引っ張ってあげてください。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20と。で、戻しましょう。はい、ではですね、立ってやるのがちょっと大変だなという方は、座っていただきまして、お尻をですね、半分出しちゃいます。お尻半分出しましょう。この状態で抱えて引っ張るというのも大丈夫です。横から見ていただくと、お尻半分出して、片足をこういうふうに抱えてあげましょう。
これでもかなり突っ張る感じが出てきます。しかしですね、もう膝が悪くてそもそもこういう曲げるポーズが難しい方は、ちょっとこのやり方が合わないので、そういう場合はですね、もうセルフケアではなく、やはりももをちゃんとマッサージしてもらって、そして柔らかくしてもらうというのが大事になるので、あくまでもセルフケアの話になりますので、もうこのポーズができない方は、マッサージとか、整骨院とか、治療家さんにももを柔らかくしてもらってください。では今度はですね、この骨盤がぐーっと引っ張られてこういうポーズになると、この下っ腹にある腸腰筋という筋肉が短縮といってこう短くなってしまいます。そうすると起こそうにも起きなくなってしまって、結局腰の力で起こそうとしてしまうので、今度はこの下っ腹の腸腰筋をストレッチしていきましょう。やり方はですね、椅子につかまっていただいて、片方の足を後ろにぐーっと引きます。で、これポーズが大事なんですけど、後ろに引いて後ろの足を伸ばします。そしてぐーっと体を前に持ってきましょう。ここがピーンと伸びる感じが出てきたら OK。この状態で、さらにですね、この状態で側屈をして、ちょっとお腹を突き出していきます。で、ここを下っ腹のところを伸ばしてあげると腸腰筋がぐーっと伸びてきます。もうこのポーズ自体が大変なんですけど、ちょっとこれで20秒間頑張ってみましょう。しっかり下っ腹突き出して伸ばしてあげてください。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20と。OK。では今度は反対側行きましょう。さあ、このポーズ結構大変なので、で疲れるかもしれませんが、しっかりこの腸腰筋伸ばしてあげましょう。では、ぐーっと側屈していきます。横から見ていただくと、足伸ばして、で側屈していきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。で、戻しましょう。ちょっと効果は薄くなってしまうんですけど、座りながらでもできます。まずですね、先ほどと同じに、お尻をもう半分出しちゃいましょう。横から見ていただくと、お尻を半分出して、足を思いっきり後ろに引きます。で、こういうポーズでしっかりとっていただいて、そして側屈をしていきましょう。そして、下っ腹の筋肉を伸ばすようにしっかり意識してください。足を引いて、側屈をする。そして、下っ腹を伸ばしてあげましょう。これも20秒間やっていただくと、この腸腰筋が伸びてきます。まあ、ちょっと伸びる感じがですね、薄くなってしまうので、立ってやるのがいいんですけど、立ってやるのがやっぱりしんどい方はこの方法でもやってみてください。はい、ではですね、今これで体をぐーっと前に引っ張ってしまっているももの筋肉とか、あとは骨盤を起こしたくてもそれを邪魔してしまっている腸腰筋っていうのをしっかり伸びる、柔らかくしていきましたので、じゃあ今度はですね、こうならないように起こしてくれるための骨盤のトレーニングをしていきましょう。そして常に腰が起きてくれて、自分の体重がストーンと骨盤に乗るように、腰に負担がかからないように整えていくことで、しっかりと腰痛を改善していきましょう。ではそのトレーニング、どうやって行うかというと、先ほどの腸腰筋を鍛えていきます。まず腸腰筋というのはぐーっと高く足を持ち上げると働いてくれます。なので足を後ろに引いた状態から膝蹴りをするように動かしていきましょう。そうすると腰がですね、起きていきます。さっきまでこう前に倒れてた腰がこう起きる形になってきますので、しっかりと腸腰筋を働かせていきましょう。ではいきます。せーの、1で伸ばして、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では今度は反対いきましょう。
では、いきますよ。せーの。1、2、後ろに引いた位置から、3、4、5、6、7、8、9、10と。OK。股関節から、股関節の付け根からちょっとこう下っ腹ら辺に力が入ったと思います。これで腰骨がこう倒れるんじゃなくてしっかり起きてくれる状態を作ることで慢性腰痛を解消していきましょう。では皆さんお疲れ様でした。今お話しさせていただいた話をまとめますと、骨盤をぐーっと前に引っ張ってしまう正面のももの筋肉、これを柔らかくして、そして骨盤を寝かせてしまう腸腰筋という下っ腹の筋肉も柔らかくして、そして腰を起こしてくれる腸腰筋のこう筋トレをしっかりして、腰がですね歪まないようにまっすぐ立てるようにするのが改善策になります。腰痛はですね、例えば腹筋が弱くなって体が潰れてそれを起こそうとして腰痛になっちゃったり、重たい頭が支えきれずに前に倒れてそれを起こそうとして腰痛になったりと発症要因というのがありますので、もしですね、このももをやっても変わらない方は他の場所から来ている可能性がとっても高いです。なので、これは一つの方法として覚えていただけたらと思います。頭の重さから来る、腹筋の弱さから来る、腰痛の、その改善方法というのも今後動画で投稿していこうと思いますので、いろいろ試してみて、そして改善につなげていきましょう。このようにですね、いつまでも健康であり続けるためのトレーニング方法などをどんどん投稿していきますので、ご興味ある方はこちらのチャンネル登録を押していただくと、新しい投稿が届きやすくなりますので、こちらもよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。